身近にありながら普段あまり気にすることがない下水道。でも私たちの生活では切り離せないものですよね。今回は今年4月にリニューアルオープンした阪神電車淀川駅から徒歩7分のところにあります、こちら大阪市下水道科学館で知っているようで知らない下水道の重要性や役割を深掘りしていきます。暮らしが優しい、生き生きしている、人と人がつながり新たな魅力が生まれる阪神沿線、そこで活躍するさまざまな人に迫ります。エントランスホールでお迎えいただいたのは広報担当の藤田さんです。大阪市下水道科学館の藤田澄江です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。水の世界に迷い込んだようなそんな施設なんですが、今年4月にリニューアルオープンしたということで、改めてどういった施設なのか教えてください。はい、当館は下水道が我々の生活に必要なライフラインであることを皆様に理解していただく PR 施設となっております。2022年4月にリニューアルオープンしておりますが、建物については老朽化した空調などの設備を全面改修したほかは見た目には大きく変わっておりません。建物内部につきまして、以前は学習施設 PR 施設という位置づけでしたけれども、リニューアル後は学習研修に加え大阪市下水道の海外展開と技術開発の3つの機能を持つ施設として生まれ変わっております。そのため以前の展示物はすべて撤去し、ゲーム要素を用いながら最新の映像機器を用いた双方向で楽しんでいただける展示となっております。より下水道を身近に楽しみながら学べる施設に生まれ変わったんですね。そうね。では早速ご案内いただけますか。はい、これからご案内いたします。はい、3階に来てまず目に飛び込んでくるのがこちらの大きなスクリーン。こちらはどういったフロアになるんでしょうか。はい、まずこれからご覧いただくのは下水道のきれいとはてなシアターです。私たちの暮らしを支えている下水道の大切さを伝える内容です。日頃あまり目につかない下水道への興味を引き出し、4階フロアでの学びへのワクワク感を高めます。行き場をなくした雨水は町を水浸しにしてしまうだろう。町から溢れた汚い水はやがて海や川を汚し、そこに住む生き物が生活する場所さえも奪ってしまう。3階と4階には下水道についてあなたのハテナがなるほどに変わるヒントがたくさんあるよ。さあ次のコーナーへ出発。こちらの大阪市の下水の取り組みが分かる年表をご覧ください。ご覧の通り大阪市での下水道の歴史は古く、豊臣秀吉が大阪で町づくりを始めた時に掘られ始めた太閤下水と呼ばれる下水溝が現在でも用いられています。太閤秀吉の時代からこの下水道のシステムっていうのはあったんですね。はい、この太閤下水もしくは瀬割下水と呼ばれている下水溝は現在でも一般の方にご覧いただけます。はい、はい、館の目の前に位置しております海老江下水処理場、また津守下水処理場は、はい、大阪市で一番最初に完成した下水処理施設でございまして、現在も12カ所の下水処理場の一番最初に作られたものでございます。はい、そうだったんですね。すぐ目の前を通って今日も来ましたけれども、私たちが普段見慣れていた場所も実はそういった歴史があったんですね。はい、藤田さんすごい、もう楽しい楽しそう。こちらの4階のフロアはどういったフロアですか。はい、この4階のフロアは下水道って何だろうについて、町ゾーン、処理場ゾーン、未来ゾーンの3つのゾーンに分かれてご理解いただける施設フロアになっております。では早速体験してみたいと思います。こちらはどういったゲームになりますか。はい、これは下水処理ゲームというゲームでございまして、はい、この微生物シューティングおよびろ過パズル2種類のゲームで、下水処理の仕組みについて理解していただけるものになっています。なんだか楽しそうですね。じゃあちょっとこの微生物シューティング気になります。いいですか。はい、どうぞ。はい、優しく触ってみると、
反応層の中には微生物が住んでいます。彼らは空気で元気になり、汚れを食べて分解することができます。微生物に空気を送りきれいにする。始まった。あ、これ微生物ちゃんですか。そうです。はい、にエア、はい、下水処理のメインの工程はこの微生物たちが担っています。はいはい、薬できれいにするというわけではないんですね。あ、薬で例えば何かそういったものを殺すのではなくて、むしろ活性化させて、はい、食べてもらってということですね。ではむしろ殺すのではなくて元気になってもらわなきゃいけないんですね。はい、そうです。となると頑張ってこれちょっと元気にしてあげないといけないじゃないですか。はい、よし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 、わあ。それぞれのゾーンで下水ってなんだろう、下水処理場ってどうやって汚れた水をきれいにしているの、あの道頓堀川の今と昔ってなど、ゲームやインタラクティブな展示を体験していただきながら理解を深めていただけます。こちら地下1階が学びの仕上げになるわけですね。はい、地下1階では下水道を支えるさまざまな技術についてご覧いただけます。教科書を読むだけだとスルーしちゃいそうな事柄も体験して学ぶことでしっかり定着する、予想以上に大人も子どもも楽しめる施設でした。そして最後はこちら、言葉の泉、これは一体何でしょうか。はい、4階の共感アクアリウムという展示で皆さんの思いを入力をしていただいています。上でそうした子どもたちの感想を入力したものが水の泡のようになって出てくるということで、今回はこの大阪淀川の町の好きなところを藤田さんにこの言葉の泉を使って教えていただきたいと思います。ではズバリこの町の好きなところ教えてください。それは子どもたちの人懐っこさです。夏休みや週末開催しているイベントでも何度も来てくれる子どもたちに元気をもらっています。うん、では最後に一言 PR をお願いします。はい、大阪市下水道科学館では毎週末多くのお客様に楽しんでいただけるワークショップやイベントを開催して皆様お待ちしております。11月には川の流れの中でさまざまな形になった石ころを使ってオブジェを作ったり、自然環境についての映画上映を企画しています。平日には学校団体様など30名様以上の団体の方のご予約を申し受けております。詳しくは大阪市下水道科学館ホームページやツイッターを検索していただき、ご参加ご来館いただけるのをお待ちしています。ありがとうございます。なんとも来たくなる施設ですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。プレゼントのお知らせです。 JCB ギフト券3000円分と阪神電車のオリジナルグッズの詰め合わせをセットにしてお一人の方にお送りいたします。いつもの電車に乗ってシュッタバドゥブシュッタブ、今日もあの顔この顔シュッタバドゥブシュッタブ、みんなと一緒に揺られてシュッタバドゥブシュッタブ、街から街へみんなを乗せて、僕らの街の阪神電車。